月曜劇団の西川さやかです。12月の22日から24日までクリスマスイブとかに北加賀屋でお芝居をします。ゴールドフィッシュシアターという突撃金魚さんが初めて企画している企画ものなんですけれども、野田秀樹さんの偽作桜の森の満開の下というのをサリングロックさんが坂口安吾の他の小説から引用なども入れて再構成再脚色しましたものを、全部で40人の出演者が作り上げるという、40人一気に出るのは難しいので20人ずつダブルキャストになっております。私がやっている役はですね、ついになっている方ではピンク地底人の、五号さんが演じてはります。で、カニ組と鬼組っていう2つの組がありまして、私は鬼組の方に出ております。ぜひ鬼組の方にお願いいたします。あのカニでもきっと面白いと思います。全然違う感じ、あのもちろん同じところもありなんですけれど、まだまだこれからガシガシ作っていきますので、よろしければクリスマスを、はい、一緒に過ごしてください。お願いいたします。ありがとうございました。